リート2008に参加したイギリス空軍のハリアーグレーン級艦船に向けて着陸侵入中のアメリカ海兵隊のメガボルト -22 オスプレイ垂直短距離離着陸機とは短距離離着陸能力を持ち必要に応じて垂直離着陸も可能な飛行機垂直離着陸機の主流となっている垂直離着陸機の多くは V トールと S トールの両方に対応しており このような機体は垂直、短距離着陸機と称される。この場合、実際の運用では垂直離陸は滅多に行われず、短距離離陸と垂直着陸を組み合わせた、ストブル方式での運用が、ほとんどとなる。離陸の際には、たとえ垂直離陸できるだけの水力があったとしても、少しでも滑走して、翼に風を当て、揚力を発生させれば、それだけ、離陸重量が大きくなり、 搭載量を増やすことができる。例えば地上静止水力 1659kg フォースの F400 に RR-408 エンジンを搭載した AV-8B 攻撃機の場合、ベット時の最大離陸重量は 9414kg なのに対し、STO 時には 14061kg まで増大する。 またこの際にスキージャンプ勾配を使用すれば、搭載量をさらに増やすことができる。これに対し、着艦の際には燃料などを消費した分だけ、機体の重量が軽くなっているため、安全確実な垂直着艦を選択することになる。垂直着艦では上下する飛行艦板にも安全に降りることができ、艦の動揺や風向風速による制約が小さいとされる。 イギリス海軍のクイーンエリザベス級では大きな缶型のおかげで滑走レーンが長いことを活用して若干の際に垂直にではなく斜めに加工する SRVL を行うこともある。これは60ノット程度の低速で前進しながら完備方向からストレートインで侵入、設置するもので若干ながら前進速度をつけることで主翼が揚力を発揮できるようになり、 より重い状態でも着艦できるようにすることで、並走を投棄せずに済むと期待されている。また、空母の飛行艦板と戦闘機のリフトエンジン双方の損耗を少なくする効果もある。一方で、設置後の制動は、車輪ブレーキに依存するため、この方法を用いるのは、天候条件が良好な時に限られるという制約も、ある。v、S、トール機には、 多数の形式が存在する。以下に示すのは、その一部である。数多くの超音速部位、エストール機が提案、製造されてきたが、飛行試験までに至らなかった機体がほとんどである。2016年に装備化された回マイナス 35B は、初の、そして唯一の実用超音速部位、エストール機である。ありがとうございます。